2012年中国杯は2012年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会国際スケート連盟による 2012-2013ISU グランプリシリーズの第3戦である2012年中国杯は2012から2013年シーズンに開催された中国杯二千十二年十一月二日から十一月四日にかけて シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が上海の上海東方体育中心で行われた。日中関係の悪化により、一時は日本選手団の派遣の中止も検討されたが、予定通りに派遣を行うと発表された。今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては、各種目で最大3人の出場枠が用意された。 男子シングルサミュエルコンテスティの引退により、セルゲイ・ボロノフが追加招待された。アルトゥール・ドミトリエフが出場を辞退した。女子シングル・バリ、カキン、イレタ・シレーテ、カロリーナ・コストナー、アンド・ミキが出場を辞退し、アメリー・ラ・コステ、長英、キー・ラ・コルピ、ソフィア・ビジコワが追加招待された。ペア、随分性、半層組が怪我のために出場を辞退し、オーブン、 超岩組が選出された。高橋成美、マービントラン組、ケイトリン・ヤンコースカス、ジョシュア・レーガン組が怪我のために出場を辞退した。各競技の上位成績者には、2012、2013、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メドルを差し引かれるとされた。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。